はい、えー、ひと月きましみです。今日はですね、ドイツの少年失踪事件のミステリー小説、こちらの紹介をしたいというふうに思っています。まあ私が小説を紹介することはですね、おそらくひと月きま史上初、 かもしれません。<ー>はい、うんえーで。で、なんでこれを取り上げるかっていうとですね、まあ、あの、この下にね、あの、リンク先書いておくんですけども、これはですね、まあ、ドイツの警察の文化で、ひいては少年が失踪する事件を扱ったミステリーなんですよね。で、 そこから見るドイツと日本の文化の違いっていうものをですね、まあ、非常にわかるものだというふうに聞いています、私は。まあ、実はですね、これ、あの、コンさんがね、この帯の推薦文を書かれていたり、で、私もここの、あの、本のね、えー、話とか聞いていたので、まあ、これはですねあの、非常に興味がある。 ものなのですよね。で、なんで興味があるかっていうと、警察がどうして、どうやって動くかって、やっぱその国の文化によって違うんですよ。で、ここにですね、圧倒的に日本との違い、で、そして、それゆえに、日本から、あまあ、その警察の、一つの警察の動きから、あの、日本とね、ドイツの違いっていうのが分かってきて、いろんな日本のね、文化の違い、そして問題点っていうのも分かるのではないのかなというふうに思って、私も楽しみにしている本です。で、 こういう本っていうのはですね、まあ非常にまあ良さげな本だなというふうに思っているんですよね。コンさんからそう言われてね。うん、で、私も読んでみたいなというふうに思ってるんだけども、<laughs> うん、まあちょっとそこの紹介から日本とドイツの文化の違いっていうのを、で、そして戦後の日本のその反省の仕方、うん、ドイツの反省の仕方っていうのを話したいと思うんですよね。まあこういう切り取り方でですね、どんだけいい本があったとしても、まあ取り上げられないんですよ。テレビとかではね。 で、でもそういう形でこの番組は取り上げていきたいなというふうに思っています。まあこういう番組がね少しでもあの皆さんに伝わっていろんな視点が見れるような本が増えていけばそれは日本にとっても少しはプラスになるのではないかなというふうに思っているので、えー、取り上げさせていただきます。まあチャンネル登録をしていただけるとこういう番組の影響力も増していきます。で、なのでとりあえずですね今あの5万6800人くらい なんですけども、これをですね東京新聞の朝刊並みにしていきたいというふうに思っていますので、ぜひチャンネル登録をポチッと押していただけるととても嬉しいです。通知がね、行って見逃さなくなりますから、じゃあ、さんよろししくお願います今日はですね、まず表紙を、素晴らしい、それですね、はい、スターオーカーっていうね、でかでかとタイトル載ってますが、 このね、あのサブタイトルがちょっと読みにくいかもしれませんあラファエル少年失踪事件、うんまあ、ラファエル少年っていうのは9歳の男の子、はい、で失踪事件っていうのは言わば家出したとそうことでドイツの少年が家出すると警察はどう動くのか。うん っていうのはまあ僕も読む前からすごく気になってて、うん、というのは僕はこの本の解説を頼まれたんですね、うん、これもちろん日本語版で、もうあの20年以上前に実は出た本、うん、1998年に出た本で、舞台は1999年が舞台なの、そこの、まあ、変人デカがいるわけ、まあ、大体、はみ出しで、大体、ね、<laughs> 警察ミステリーっていうのは、はみ出しデカの話ですよあまあ確から、ねうん、大体そうなんで、キャラ的には。うんうん だから他の,あのいわゆるこう通常マニュアル的に操作をする人たちももちろんいるんだけど、うん、なかなかその事件解決に結びつかないと結局、あいつが必要だって呼び出されるのは、うん、あのいきなりこのあの小説の冒頭で紹介される片足立ちで森の中であのいる仙人みたいなやつがいるわけにいきなり なんだこの変人はと思わせておいてお<う>それが、まあ、プロローグで、うん、1> 第一章始まるともう朝7時にあの女性の、ね、警察官が、うん、あの自分の部屋で寝てるのに呼び出されるわけよで1時間後にあのなんとかあの墓地に行ってくれと、うん、でその墓地にはちょっと失踪した少年がい,あの、うん、いるかもしれないからと、えー、今からすか朝7時ですよみたいな話なんだけどいきなり呼び出されて、うん、もうとにかく近いな、行けみたいに言われちゃうわけよ。 まあしょうがねえなみたいな感じで動くんだけど、うん、でも、よく動いてるなと思うそれだけでも日本で例えば、うちの例えば娘が家出したんですって仮に警察官のところに行っても、うん、じゃあ、そこの行方不明届け書いてくださいって書いてまず、あの何かそう例えば、えー、誘拐されたとかそういう覚えありますか、うん、いやありませんとかね、うん、それどころかそうちの娘はあの家出しますって書き置き残しましたなんて言った日には、うん、あじゃあ、それを追う必要ないわって話になる。<laughs> ここがすごく重要なポイントですよね、舞台は1999年、日本に例える、それ、首都の話ですかそうです。あ首都の話。ミの話だ。じゃあ、東京か。日本に言うんだったら東京ね、例えば東京で娘さんがですよ、少年でもいいや、9歳ですよね。 家出したって言って、知ったのはいつですかねその日のね、5時半ぐらいに警察に連絡があったから、お母さんから、なじゃあ、すぐに行ったわけですよね。そうです、報酬かかってるわけ見つけてすぐに、例えば東京の警察に行って、こんな書き置きがあったんだと、どうしたらいいですかっていうふうに言って。 で、うん、警察官がねこれは大変だっていうふうに言って即招集して、うん、え何人、うん、小説の設定では何人集まるんですかえっとね午後1時にはもうあのしょもう何人どころじゃないんだよねだって何人いわゆるこう何人どころじゃなくてその少年少女扱うかが、うん、まあ日本でいうと未成年とか扱う。うん 不敬、まあ、さんとかが動くようなですよ。が、うん、隣の殺人家、まあ日本だと捜査一課ね、うん、だからその、いわゆる殺し合ってるようなさ、うん、あの人たちにも呼びかけるし、うん、あの盗人とか民,民事的なことに関わる人たちにもこう呼びかけるし、うんもうま、周り呼びかけて午後1時にはもうあの証,言証言を取る相手が14人も,もう取り調べを受けてるわけです。うんうん 朝7時に招聘されたら、午後1時にはもう14人ぐらい当てがあるわけでもそんなの、日本ではありえないね。そう、その日の、だって、午後過ぎて、2時、3時にはヘリが飛んでるの、捜索ヘリが、その日のうちに。それ、多分日本でもしあるとしたら、皇族とかですよ、皇族の娘とか、もうそれレベルですよね、ちなみに失踪したラファエル君。 は、うん、えー、なんか、設定上は、なんか、その、金持ちの娘とか、そういうとか、少年とかじゃないですよね、別に。全然、シングルマザーの息子です。いや、うん、これ、日本でもし、そんなことを、もしやったらですよ、うん。多分、ネットで大炎上だと思います。では、うん、駆け上がってとか、<laughs> ガキ一人にそんなにやってんじゃねえよとかね。<う>絶対そうなるな。 ああで,でもさ、その人たちがもしバッシングをするとしてもさ、うん、じゃあなぜ警察は、あのなんていうかな、日本の場合動かないのかって,、うん、っていうことが知らないと思うけど、うん、家出が安全だからなんだよ、実は。うん、それは警察がよく知ってる、だから警察はあの少なくとも殺しとかね、うん、凶悪犯罪に絡まない、少なくともけ、うん、刑,事刑事関係でない限りは追わないんだよ。うんうん 探さない。これは僕、捜査一課の出方たちにいろんな都会だけじゃなくていろんな地方都市に行っても僕は警察に聞くけどまあわないよ。ななるほど。ぜかというと警察っていうのはよくストーカーの事件で女性たちが文句を言ってるのはその通りなんだけど起きてからじゃないと動かないの何かが起きてからじゃないと起きてから呼んでくれってことを普通に言うのよ、警察は。だから、 起こった事件の捜査機関が警察なわけ、うんうん、日本では。で、この,あのラファエル君9歳がドイツであのミュンヘンでいなくなったって時に、うん、あのドイツ人はなどう考えるかっていうと、うん、この子が刑事犯罪にあるつまりすでにある例えば少年連続誘拐事件が起きているとかね。そういういいことがないんだったら 追わないっていうふうに考えるのが日本だとしたら、ドイツは逆なのよ、うん、この子がもし朝の,、ね、その5時とか6時にいなくなったら、うん、殺されるかもしれないよねって考えるわけ、だから、あのものすごくなんか初動が早いわけよ、そもそも、うん。っていうようなことがまず冒頭に描かれて、うん、まずそのあたりからして、日本との違いをまずおもし面白がれる、本当にそうですよ、それは。 そ,うそれで警察は警察でね、まあまあ、子供一人いなくなったからっていうふうに小さなことだと考えてないのよ、うん、ドイツ人は。日本はね、いや別にガキいっきどこ行ったんだろうみたいな、知らねえよみたいな思うかもしれないけど、うん、いや、日本の文化ってそんなもんだよ、うん、ドイツ人はそうは思わないわ、うん、しかもね、これもうちょっとネタバレになるけど、うん、最初にその19歳の少年を、まあ、囲ってくれてるのは、うん 同じように家族に縁が悪かった家族の中が悪かったおじさんなんだよね親戚のおじさんじゃなくてその辺にいるおっさんがこの子の気持ちを察して一時的にかくまってたんですでもそれは実は話の中盤より前ぐらいの話で全然ネタバレとは関係ないん9歳の子がだって前何日も失踪してるってことは何かご飯食べなきゃいけないわけだから絶対誰かのところにいるに決まってるわけです そこは必ずしもドラマチックではなくてよくある設定なんだよね、うん、知らないおじさんで暇,、うん、暇で失業してますみたいな、うんうん、でも、そこからラファエル少年君を救おうとした大人たちが次々に死んでしまったりして <laughs>、うん、<laughs> ちょっと彼はその時まだ9歳だからいいけどの後の人生大変だろうなとだんだん <laughs> そう、ね。救うためにいろんな大人が死んでったんだなということに気が付くことになるから。 苦い終わり方をするんだけれどもハードだなそれ、うん、そうなん実はこれ、すごく優しい話ではあるんだけど、うん、9歳の少年の目から見ると結構シビアな話なわけ、うん、だから日本は日本できび子供に厳しいけどもあのドイツはドイツで厳しいんだっていう、うん、まあそういうなんていうか法的条件もいっぱいあるわけ、うんうん、でそのうちのまあ法的な条件の違いもの中の一つがやっぱり彼がなんで家出しなきゃいけなかったかって話なわけだよね。うんで あのそうそうこのひとつき万冊の動画では何度もドイツでは70年代に親権の解釈が変わりましたよと、うん、新親子法というのは1979年にできて、うん、日本とはそこが違うんだって話をよくしてますが、うん、まさにその結果を描いているようなものなわけで、ねうん、つまり、1979年にドイツでは新親子法ができて、うん、あの子供という,のはいうのは親の所有物ではないし、うん、支配される存在ではないんだよと、うん、親がやるべきことは養育の責任を果たすことなんだよと、うん、いうことをめ明言したわけ。うん ちなみに日本ではですねあの今でも民法であの未成年はあの父母の親権に服すっていう民法になってます、うん、つまり子供は親に黙って従えっていう,う民法に書かれてます、うん、恐ろしいことにね70年前にか,あのかあの以上前に書かれた民法をそのまま引き継いでるから、うん、もう子供は親は親の前では人権がありません。 70年前っていうのは GHQ 占領されてる時なのか、終わった後なのか。うん、うん終わ終わ、全然終わってない。うん、終わってない時に作られたんですよね。4 7年に作られてたから、ね。ですよね。うん、まあ、<か>てまず全然。うん、ってことは、もしこれ、あの、私が間違っていたら、コンさんに教えてほしいことなんですけども、うん、えー、ってことは前の方がもっとひどかったってことですよね。そう、もっとひどかったの。うん、で、これ、<laughs> 要するに戦前の方がましだったけども、 今のあのがさらにひどい法律になっている、GHQ はひどいみたいな感じの話ではなくて、旧日本の方がひどくって、GHQ が占領してるときに、あまりにも日本人が子供を売ったりとか、人権無視のことをするかいや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 みたいな感じになって、日本側の意見とすり合わせて作ったっていうことですよね。 <で>ただ、当時の,あの日本人の文化というかメンタルの中に子供を大事にするっていう文化が今でもないけど当時もないのでそうするとにこう児童福祉法を作れって言われても何をするのかがわからないからとりあえず作りましたみたいな感じなけよ、うん、それが70年前ってことはですよでここから、ね、すごく大切なことなんですけども、あのー、私が思う大切な部分っていうのは、まあ、皆さん、うん この動画を見ててね。まあ、70代の人もいるで、いるんですけども。うんうん、ってことは、その法律ができ、できる、うん、できた後に生まれた人が大多数ですよ。うんうん、だけども、その子供を産んだ、あの、人っていうのは、その昔の文化で育ってますよね。うんうん、で、その、ま、あの、子供なんて別に何あの、人権とかあんのみたいな。言うこと気がバチーンみたいなね。<laughs> <ー>あの、なんか、なんか、飯食えなくなったから、お前寺に出すわみたいな。 あの話とかもあるし、実際、私の,あの親戚でもそういう人いましたからね、私のおじ、おばあのこのお母さんたちの世代ですよ。というん、てことは、そういうふうな文化の中でもし育てられたら、子供は親に従うもんだっていうふうに、文化でもし育てられたとしましょう。でもそれが当たり前すぎたらね。 当然、自分の子供に対してもそういうふうに接してしまうし、うん、でその子供もまた相手に接してしまうと、うん、でこれね、うん、とんでもなく恐ろしいことだし、うんで、コンピューターがない頃にね、工場を一斉に動かすっていう時にはすごく良かったんだけども、もうコンピューター制御が当たり前になってる時に、誰かの言うことを聞いて一斉にっていうふうなのは、もうこれ、うん 国際的な生産性には影響されないものになってしまいましたから、うん、そうするとすごい時代遅れの文化なんですよ、これは。その通りだから、あの、うん、今日ね、この本、私が読んでないのに紹介するのは、うん、最近あの、ドイツとね、日本の神権の考え方の違い、うん、でそしてヒトラー後登場、東秀樹後の,、うん、その日本の戦後の裁判のやり方の違いとかっていう風にやってきたんですけども、結構、うん、まあ、 難しとっつきにくいそそううっつきにくいんだけど分かりやすく言えばドイツは反省したわけです自分の子供を自分が支配できるような人権がないかのように扱うっていうこと自体がナチと同じだよねとだから変な話ナチ文化追い出し作戦っていうのを戦後ドイツはやったわけだよねもううちはナチとは関係ないんですっていうふうに頑張ろうとしたそのうちの一環なわけですよ。 あの親権者っていうのは子供をいくらでも蹂躙していいとうん、うん、所有物なんだからっていう発想はやめて、うん、ちゃんと育てる養育者としての責任者なんだよと、うん、でその発想は悪くないんだけれども、うん、でその後あのドイツでは共同あのほあのか養育っていうことを離婚後もやるようになるわけ、うんはい、でこれ、選択制なんです、ね、うん、実は。だけど96、96%は、えー、とあの共同養育を採用するのね、うん、離婚後に。 でそうなると何が起こるかというとあの子供は大抵お母さんのところに行きます元旦那はもちろん別居します、うんうん、でも別居した後でもう子供の養育権が共同であるから、うん、まあ共同親権ではないのよ共同養育なので,、うんうん、でそうすると、あのー、例えば元々、もともと旦那が DV 男で。はい 殴ってたとでおね奥さん帰られなくて別れましたとで一応ちゃんと離婚はしてあるとだけど子供の境養育者としてのお父さんは残ってるからいやね来るわけだよねあの妻子のいるところ元再死のいるところに来るとまた D.V. が起こるでまた子供ももギャタイされちゃうわけだよねあちなみにですね昨日のコメントでなんであのそのギャタイうん ギャッ <laughs>、はい、って言ってるかっていうとですね、<laughs> うん、えー、YouTube が嫌うからです、そのフレーズを。なので,で、そうするとですねあの、この動画に広告がつかなくなってですね、コンさんに還元できなくなる。うん、<laughs> だからこれ、世界的に見ても、その子供ギャッ、うん、はあの、タブーであるということですね。うん、はいそうだからそのように、あの離婚前も、ギャッ いされてた子どもは離婚後も、<laughs> ギャいされてるよっていうのがこの話なの、実は。でしかもですねあの離婚してるから、うん、お母さんには自分のお父さんとは違う恋人もいるわけよ、うん、で,なるほどでやってくるわけよ、家に。でなおおかつおお元お父さん うん、元お父さんとていうか、お父さんとしては変わってないのか、元旦那っていうのは、自分にとってはお父さんは変わらないと思ってるけど、うん、そのお父さんは別の女を恋人にしてたりするから、子供にとってめっちゃ複雑やない複雑だなそれそれで居場所がないこのラファエル少年は、結局どうしたかというと、おじいちゃんのところに、まあ、お父方の方だけど、うん、おじいちゃんの方に、おじいちゃんが鉄道模型大好きなのよ、うん、で鉄道模型って子供好きじゃん、まあ好きだね男の子大好きじゃん。うんうん だからおじいちゃんとはすごく話があったんだけど、うん、おじいちゃんが亡くなってしまったわけよ。で亡くなってしまったのでもう自分の居場所はどこにもないから、うん、あの9歳の男の子にとっては。これはもう ね、こんな家にはいられないと、うん、おじいちゃんもいないんだから、うん、もうよそので世界に行くと、まあうん、まあ変な話死のうとしてるわけですよでこの「スターウォーカー」っていうのはポイントでおじいちゃんは星の世界に行ったから、うん、星の世界に行きたい歩,きた歩いて行きたいよっていう意味なんだよねこの「スターウォーカー」っていうのは悲しいだから家出してるわけ9歳の子が。う でそしてこれがベストセラーになるということはですねあるあるだってことですよね、向こうでそそうですそうです、うん、そうですすだからあの、あなんていうかなあのて、日本のテレビでもあらちみがちっちゃかった頃ろにさ、家なき子とかやってたじゃん、あれは実は昔からあの、なんていうのかな、ステレオタイプな家出少女っているわけよ、あの小さな女の子って、今でもいるぐらいだから、実は。なので、あれも実はあるあるだから当たってるってことを、うん、みんな理解した方がよくて。うん あのピノキオだってそうだよね、ピノキオも実は、なんていうかな、あの旅芸人の一団にさあのあの、なんていうの、売られたりしてしたじゃない、うんうん、だから結局、そういう子いたんだよ、昔から、今に至るまでっていう話だから、ね、全然珍しい話じゃないっていうことなのよ、うんまあ、あともう一個言うと、やっぱね、もうちょっと年いった人にとって、えーうん、有名なのはおしん、そうです、おしんです。 よくあった。よくあった話でしかも、あの、おしんで描かれてる話っていうのは、あの、静脈的な部分はですね。あの、ああえてカットしてね。そうそう。カットしてるから、まあ、それはそうですよね。地上波でやるんだから。そうなんだよね。恐ろしいことだよね。 あれにみんな感動するとかね、大ヒットするっていうことは、そういう人たちがたくさんいたんだっていう話だから橋田壽賀先生はあの、自分より年上の,、うん、あの明治生まれのおばあちゃんに、そういう話をヒアリングしてって、うん、いや昔ね女女、女の子はね、うん、女として生まれたら,生まれたらね、うん、ま変な話、所長が来る前にね、うんまあ、そういう性格帯を受けたりしたのよと、方向先でと。 という話を聞いて、これはドラマにしなきゃと思ったんだけども、も、うん、全民法は、ちょっとそれの話はさすがにってことになって、じゃあ、性虐の部分を除いた、その方向で大変だったっていう話だったらどうですかってことで、うん、それでギリ OK だったわ、うん、でも現実には性虐待の話だったわけだけど、それは女性たちがもう口を閉ざして言わないわけ、うん、だからそれはあのなんだろう、あの朝鮮人のそ、慰安婦のお,、うん、おばあちゃんたちもずっと言えなかったわけよ、うん、母国で。 それと同じなんだよね、あの性格待を受けた人は言えないんだよ、うんうん、言えないってだって言ったら、あの汚れのように思われるから、そういうことに、そんな,まなざ後期のまなざしにさらされたくないから言わないわけ、うん、だけど、これは私の物語だって分かるわけよ、うん、だから熱狂的に支持される、うん、この多分あのあの、僕はドイツに行ってないんであれなんだけど、うん、あのドイツでこれね、この、えっとえっと、作家がフリードリッヒ・アーニーって言うんだけど、はい が出世作です<ー>あの1999年舞台にしてるけど1998年その1年前にだ、うん、出して今から22年前です、うんうん、出したら大ベストセラーになって、うん、えとこの,あの主人公であるュ電デ電、うん、って言うんだけどあのちょっとドイツ語を僕うまく発音できないけど、うん、ジューデカっ,っていうのが出てきて、うん、そのューデ電さんがもう主人公のシリーズっていうのが この後、どんどん続いていくわけです。なるほどね。今世紀入っても。うん。それでもう、ドイツではもう有名な作家になっちゃっただけね。フリードリッーハン。ちなみに、あの、おシンは、おシンの話に戻るんですけども、あの、確か平均視聴率50%ぐらいだったんですよね。そう。そう。確か最高視聴率で62%。そう。とんでもない。みんな、これはだから1980年前半の数字なんですけども、で、しかも、確か、 スリランカとかインドネシアとかフィリピン、台湾、香港とかね、ベトナムとかね、そういうところで放送されたんですよね、それがヒットして、ですオシンドロームっていうふうに言われたぐらいなんですよ、でも世界でそれがヒットするっていうことは、おそらく同じ目にあった、傷を負った人っていうのがたくさんいたんでしょうね。だから この「このスター・ウォーカーの」うん、あの描かれた、まあ、家出少年もそうだし、うん、このそれを助ける充電デカもそうなんだけど、うん、その構図自体つまり不幸な家に生まれて、うん、で家を出るしかないで家を出たらもう死にたいと思ってる、うん、もう9歳で死にたいと思ってるわけね、うん、飛び降り自殺で最後死にそうになるんだけれどもみたいどうなるみたいなさだからそういうことって実はドイツのミュンヘンだけに起きてることではないから。うん これは、えー、と10か国ぐらいもう翻訳されてるのん日本では初めての翻訳なのだから、あの他の国でも通じる話なわけうん、うん、だから他の国は、ね、むしろ日本よりもビビッドに反応してるかもしれない9歳の子が家にやれないとなったらつまりあのあの両親が別れてるからもうお父さんいなくて安心だと思っていたら ね、あのドイツの法律では離婚後、共同教育あのだから、うん、お父さんがやってきてまたぶん殴るのかよ、うん、俺よみたいな話なわけよで。9歳の子だから大人の暴力はものすごいから、うん、も,うもうすぐ血が出ちゃうし、うん、もうとんでもない,そういう描写もちゃんと描かれてて痛ましいんだけれど、うんうん、だから、この子は実はね、まあ、これもそんなにネタバレではないと思うからあれだけど、うん、一度、最初の家出を見つかるんだけども、うん 次本格的に死のうと思ってもう一度言い出すのよんそのきっかけも実はそのお父さんがやってきてガーなわけなあ悲しいねそう本当にだけどこれもあるあるなのよ実はだからこれがこの警察ミステリーのスタイルを取りながら実はその子供にとあなたがこの9歳の子供だったらこんな制度でいいんですかって言ってるわけよ 大人が勝手に作った社会のルール、うん、こんなルールでいいんですかっていうのを、うん、多分フリートリフィアーニは、まあ、あの言おうとしてるつまりエンタメの顔、うん、顔,顔なんか仮面をかぶったすごいシリアスなドラマなわけこれねドイツの方がそのヒトラーの後と、ねうんえー、非ナチ化を進める際に、うん、まあ前も紹介したアリス・ミラーの,あの人とかうん、うん えー、サマシいの殺人とか含めて、うん、まあいろんなその反省があってね、うん、えー、子供があの親の支配下に入るっていうのはおかしいというような話をこう展開したわけですよね。うん、で、まあでもそれはそれですごい確かにその通りではあるが、うん、じゃあ本当にそれって、えー、日本だったらどうなんだろうっていう発想ね。うん、で、自分自身がいろんな時にね、 あの、親に支配されてきたと思うんですよ。もうこれはよく、もう、いいも悪いもなくですね、もう文化なんで、いいことだと思われている可能性があるんですよね。例えば、私なんかだとね、あの、ま、中学校、まず、不登校しましたよね。私、中学校1ヶ月しか行ってないんですけども、その時に、周りの大人たちは、やっぱりですね、良かれと思って、学校行きなさいって言うわけじゃないですか。でも、 子供が行きたくないって言ってるわけですよね。うん、でも、行け。うん、しかもそれが完全に善であると思っているわけですよね。うんうん、で、多分これはね、私がこれを言っても共感する人は少ないと思います。うん、なんでかっていうと、いや、そらだって中学校行かないの心配だからさ、うん、親とかもねっていうふうに言うと思うんだけども、うん、まあ,あの、じゃあ、就職活動の時とかね。うんうん えこうした方がいいよ、うん、ああした方がいいよってまあ言いますよね、で私、就活で、ねえー、まあ採用もいっぱいしてきましたけども、この発言が出たらですね100、100%不採用って決めてる発言がるんですよ、それ何かっていうと、ですね、うん、あの親に相談しますっていう、あダメだねその発言言った段階で、あこいつは大人じゃないと。 ね、これからこの人は仕事を、ね、雇って自分の責任において仕事をしていく必要があると。うん、にもかかわらず、うん、親に相談する。じゃあなんだと、うん、仕事の失敗を、ね、したらね、うん、あの君は親に相談してその親が、ね、失敗を、ね、補填してくれるの、うん、できないよね、うん、で親もそんなことやらないよね、うん、で俺もそんなこと言わないよね、うん、ってことは、まあ、親に相談する時点で。 まあ一人前じゃないから残念ながらあの君はですね不合格って心の中でつぶやいてました。ななるほど本人には直接言っってかたままああねいやでもそうやってでもさそれも下手するとねえだって一生を決める就職活動なのになんで親に相談しちゃだめなのっていうふうに。 共感する人だ、あのー、そっちの方に共感する人だっていると思いますよ。ね。だけど、じゃあ、じゃあ仕事の時一個一個さ、いろんなこれから自分の人生の時に、あ、親に聞かなきゃとかっていうふうに、無意識レベルでどっかに刻み込まれてたら、それはもう自分らしい人生歩めないよ。結婚できないよね。うん。う <laughs> でそんな人と結婚しちゃったらね、相手がかわいそうだと思う。そ,そうだと思う。<laughs> というのは、あの、 自分になるとは何か、うんね、大人になるとは何か、うん、はっきり言おうと、それは自分になるってことは親を裏切ることなんだよ。うん、でこれ、よく僕、例え話で言うんだけど、大体高校とか、まあ、大学生ぐらいになるとさ、うん、女とかさの子がさ、何々ちゃんと遊びに行くってって泊まりに行くねっていうのは大抵彼氏なんだよ。わかりますかうん、うん、女子旅ももちろんんんああるけど、ね、あるけけどどねおお父さんお母さ母に会えて 男の子と行くとは言わないわけ、うん、言ったらこう思うって話だから行くじゃんって決ううまってんじゃん、うん、だから親を黙らかして、うん、彼氏と泊りがけの旅行に行くんですよそれ,はそ,それが大人になるってことなの <laughs> <うだ> <laughs> つまり親,を親が納得するかどうかは関係ないと、うん、私の選択肢を私は生きるこれがじあの大人になるってことなの、うん、ねこれができてなくて何でもママパパって言ってたら そんなやつ付き合いたくねえよって話になるわけよ大人の世界ではじゃあママと結婚しろと言いたくなるじゃんそりゃそうだまあそれがねさっき「おしぃ」の話が出てきたんで蜂須川さんのねもう一個の大ヒットドラマ「渡る世間は鬼ばかり」はいあれもさ俺子どもの頃ねあの大人が見てたからまあなんか不登校時ってさ腐るほど時間があるからそうだね見てたりとかしてさこの話って なんで常にハッピーエンドにならないだろうって。もう常に家の中のドロドロを描くじゃないですか。うん、そう。ね。<う>で、しかも自分で決められない旦那さんとかがいて、そうそうで、あの、それをなんか、あの、親からこう言われた、シュート目から、シュートから言われたとかでなんかごたごたしたり、で、しかもその旦那が今度自分の娘とかに向かって同じことをしたりとか、するわけじゃないですか。<う>で、あれなん、見ててすっごいなんか胸くそ悪いドラマだなと思いながら見てたんだけども、そうそう 今思うと分かる、それ、そんな過程ばっかりだからヒットしたんだよ、うん、あれはそ。その通りです、そういう小さなことに毎日悩んでるから、ねうん、別に自民党が道路なんて悩まないから、<laughs> うん、意外と。うん、まあ、そんなわけでね、なんていうんだろう、日本とドイツの文化はもちろん違うけれども、うん、あの逆に言えばドイツから見習うべきこともあればさ、うんね、日本は見習っちゃいけないところもあるんだよと。うん でそういうのもまあ一つまああのこれを読む楽しみでもあります。うん、で今はまだアマゾンで予約あの今週はまだ予約発売かな。あ、うん、らで来週になったら結構書店に並ぶ可能性があるんだけど、うん、予約で抑えた方がいいです。うん。はっきり言って。だからアマゾンとかで買った方がいいかもしれません。あ、はい、その理由はですね何個かあります。うん。うん、でえー、っとですねまずあのぶっちゃけ本音ベースのあのモロだしな、えーうん、本音を言っておきましょう。最近ですね、うん、清水さんせめて 紹介する本、アマゾンのアフィリエイトつけてくださいよと、いうふうに、こう言われて、あの、1年以上私無視してたんですよ。いや、めんどくせえよって思ったんだけども、まあ、あまりにも言われるんで、最近アフィリエイトのリンクを貼るようにしました。なので、え、買って、この説明欄に書いてあるところから買ってくれると、え、1冊あたりですね、多分1%ぐらい。うん、そ20円ぐらい、あの、アマゾンアソシエイトが入るね。で、もう1個。 これがの綺麗な理由を言っておくと今、出版業界の動きを見ているとアマゾンでベストセラーランキングとかに入ったら書店はそれを見てあこれ入荷した方がいいんじゃないっていうふうに決めるんですよ出版社の日用社さんだったかな日用社さんの社長さんが営業しやすくなります今、予約でここまでランキング上がったんですと。 うん、なので、ぜひ、あの、どうですかっていうふうに、こう言いやすくなるので。ぜひ、あの、一人五冊を、あの、予約してほしいなと。はい、<laughs> 私は当然、あの、予約しました。<laughs> はい、はい。あの、多分ね、ドイツの翻訳者は、あんまり慣れ親しんでない人には。うんす 本当にわずかだけど、うん、ちょっとドイツならではの文体が読みにくいと思う人もいるかもしれません,うん、うん、だけど話自体は単純なので読み進めると慣れて読み慣れていきます、途中から、うん、あえて言っておきます。というのはやっぱり文体の面白さっていうのは日本人の方が凝り固まっちゃってるから、うん、ちょっとドイツの,あの論理的な文体に。 ちょっと突きが悪いかもしれません。最初は。で読み進めていくと、お深い深い深いって話になるので、まあ買ってちょっとお楽しみ。で最後の方の僕の解説もあのいろんなこと書いてありますんで、何ページ書いてる？10ページくらい書いてるなすごいな。えらい書いたな。解説。なるほどというのがいっぱいあの解説書いてありますんで、よろしくお願いします。はい。はい。まあ本当ね、あの日本にだけいると自分がなんでこんなに生きづらいんだとかね。 どうしてこんなに大変なんだろうとかっていうことって見えてこないんですよね。うん、で、まあそういう意味ではこういう書籍から違う文化を知って、うんうん、あ、なるほどなと、こういうふうになってるんだっていうことがですね、あの、自分のね、俯瞰してみると、うん、まあそれすごくわかるので、面白いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。とか言っといて、はい、最近清水さん小説、何読んだっけなうんなんかあの、飛流伝ってありますよね。 はい。あの、非竜伝。えー、っと、なんかあの、ほら、全教頭で腐ったお父さんが、うん、あの、なんか飲んだくれてるだけなの,のね。うん、<laughs> そうそう。あれとかね、うん、あのー、うん、なんか勧められた。面白いもんだって。うん。あれの小説最近何、<laughs> なんか読んだっけななんか読んだ気がするんだけどな、もう忘れちゃったなうん、うんら。あの、ラノベはいっぱい読んでますよ。ラノベはいっぱい読んでるんですけども、いわゆるそういうラノベ以外の小説って読んでないな最近。うん。 村上春だからまあファンタジーだもん村上春樹のでもいろんなね、えーうん、文化っていうのがあって私が、ね、哲学書を読む時にすごく、うん、哲学書とか思想書とかを読む時にすごく気をつけてることっていうのが、うん、やっぱ海外の文化を想像しながら読む。 うん、これすごく大事なことですよね。例えば、アリストテレスとかプラトンとか、そういうのを読むときに、いや、うん、この時代の人たちってどんな生活をしてたんだろうっていうことを、ちゃんと想像して読んでみる。うん、でこれ、すごく大事なことで、そうじゃないと、ついつい、今の時代で、ね、アリストテレスとかプラトンが水道をひねったらね、水が出てくると、電気がつけられるという世界で、<laughs> あのなんか喋ってるように誤解しちゃうから、やっぱり異文化の本っていうのはですね、すごくいいんじゃないかなというふうに思いますよ。 ぜひぜひ。ね。えー、アメリカ人とは違うのだよっていうところも面白いよ。<laughs> 確かにね。うん。うん、あ、モンさんまだね、あのー、ちょっと遅らせたんで10分ぐらい大丈夫なんで、あそうせっかくなので。あのー、あなるほど。はい。え、ね、うん、いや、まあ。 まあすいませんね。あの、バタバタしていて、皆さん。うん、えっと、ちょっと今日、あの、撮影がですね、11時から12時、12時から14時、14時から15時、で、それが終わってから16時から17時撮った後に、17時から18時の打ち合わせがあって、18時からに、また3時間撮るみたいな、あの、そういう、あの、日になっているので。ね、うん、気楽るった月曜日ですね。そっか、今日月曜日だ。<laughs> そう。う日曜も月曜もないですね。日曜月曜今日ないんで。ないんだよね。あの人、人手で見る。<laughs> あ、もうなんか少ない。あ そっか、日曜か、みたいな。あ、今日は多いな、とかね。うん、あなんかそういうノリで決めてるんですけど、うん、ちなみに、このね、スター・ウォーカーさんを、この、訳そうと、あ、うん、訳すというか、あの、解説を書く、うん、え、帯に推薦文を書くっていうふうになったきっかけって何なんですかまあ、日曜者の、まあ、これを訳してる、その、ジョンさんからメールが来て、うん、はい。あの、ちょっとゲラ見てくれないかと。うん うん、あの一応和訳先一、最初に自分で訳したよっていうのを、張さん自身があの訳してるんで、うん、で送ってきてくれて、うん、あ面白いじゃんとって、うん、もしよかったら解説書いてくれないかっていう話で、分かります、書きますと。うん、ででっていうのは、日曜社さんって前にマイケル・ジャクソンの,あの本出してて、安富さんが解説とシステム書いてるよねうん、うん、あのすっげえぶ分厚いやつね。<laughs> こんな、こんな罰やつね。電話帳みたいな。うん。でもまさか俺、それのゲラを送られてきたら嫌だなと思ったんだけど、こんなだったら。<laughs> いやいやち、ちゃんとこのぐらいの厚さですから、普通に。普通の、あの、一冊のボリュームぐらいのものなんで。うん まあ、あの読,読ませてもらったら、あそうなんだ、そうなんだ、そうなんだって、ちょっと発見がいっぱいあったんで、うん、あこれはちょっとねあの、なんとか日本で出す意味あるなと思ってね、ちなみにあのその前に送,送ってきてくれたアサ・そのマイケルの本って、これですね、メイク・ッチェンジっとそうそうそう、メイク・ザ・チェンジね、これが分厚い本なの、うん、めちゃくちゃ分厚いよね、未来、うんまあ、分かるけど、ここに安富さんが推薦,推薦のコメントをここに書いたんだけどね、この辺にね。 ここねうん、いや、これ、これ結構高いよね、6800円なんですけど、まあでも正直ですね、6800円じゃなくて、これはもうあの1の5000円ぐらいにしてもよかったんじゃないかなというふうには思いますねもうポッキリでもういいよね、2万ポッキリとかね。これね、いやもういつも思うんですけど、うん、書籍っていうのは、うんう、なんかね、この、なんつったいいんだろう、相場がおかしい。 そう、ね、うん、なんていうか、うん、明らかにその労力、ううん、例えばね、えーうん、普通だったら100、のうん、100%の能力、100の労力をかけたら、まあ、100以上の価格がついて当たり前なのに、うん、本っていうのは、なんかもう、印刷費だからね。印刷費で決まってるんですよ。のかかの内容の本も うん、あのこれぐらいの印刷費で、このぐらいの分厚さだったら、まあ、こんなもんかなみたいな相場が決まってるんですよね、うんうん、でそれでいくとです、ね、どうなるかっていうと、その本が持っている価値とか、どうでもよくって、うん、もうなんか、重さとかね、とかで決まってるって、いや、いつも私、これ例えで言うんですけども、ユニクロの T シャツがね、例えば2000円とかで売ってると、うんでえー、布の重さを測ったら、ルイ・ヴィトンの T シャツも同じ。 重さでしたと、うん、だからまあ2000円とかで、ねうん、売ってたら、うん、いや、ありえないでしょうと思うんですよね。うん、だけど、これ、今の出版業界の根付けって、ほとんどそれに近いと思うそうだから、想定価もほぼ変わらない根付け感だし、うん、あの人件費削ろうと思ったらいくらでも実は削れちゃう、うんだけれども定価、定価はあのあ上あの高いままみたいなね。うん うん、でも安けりゃ売れるわけでもないわけよ、うん、そうなんよ別にだから結局、それだったら電子書籍でええやんみたいな話になりかねないんだけど、うん、僕ね、ね昔、井上サンタさんっていうあの隣人13号とかさ書いた東,東京グラフィティだっけ、はい、あの彼で漫画家さんがいるけども井上サンタさんにが一番最初にインターネットで漫画を連載する仕事を得てたっていうか。 でその時に1996年か七7年ぐらいにインタビューに行ったことがあってうん、うん、でも、ね、あんまりいいことじゃないんだと、うん、漫画っていうのは例えばラーメン屋のね、うんうん、端っこに置いてあったり寝っ転がってパラパラめくるのが漫画なんだと。 それをでいくらそのパソコン画面とはいえうん、うんね、めくるってことはできないでしょとうん、うん、パラパラめくるができないでしょとその時点でもうだめなんだよねとうん、うん、それは漫画じゃないんだよっていうことをサンタさんが言っていてなるほどと僕なんか思ったけれども実はね本が紙である理由はそこにあるんだなと思って寝、うんね、転がってパラパラ見えるかっていうも問題が知識とのイージーオペレーションなのよイージーコンタクトなのよ。 これをさわざわざ検索して見つけてその知識までたどり着いたとしても、うん、君があの Google で検索したワードっていうのは君の,ああの浅い知識の中にあるボキャブラリーのうちのごく一部でしょうと、うん、本っていうのはそうじゃないんだよね、うん、本屋さんに行くとさ偶然の出会いすらあるわけですよ、うんうんね、つまりグ、ググったらその結果しか出てこないけど、うん、本屋さんには欲しかった本の隣にもっと欲しかった本があるかもしれないんだよと。うんうん それが本屋の価値であり、ある意味ね、本との出会いなわけよ、だから僕は紙っていうのは、それなりに価値があるなっていうのは、ちなみにこれね、Kindle の開発者が、書籍と電子、電子書籍と書籍、どっちが優れているかっていうことを書いてる本があるんですよ。それで、Kindle の開発者でしょ。 結論はですね、紙の方がいいって言ってるんです。まあそうだろうね。<laughs> いやもうだって、うん、あの、冷静に考えて解像度も印刷の方が上だし。だね、で、面白いこと言ってた。だって Kindle って水濡れたら、うん、あの壊れるじゃんって。うん、でも、あの、紙は多少水に濡れても乾かしたら読めるよとか。 うん、で、他にもね、あの、いろんな、その本が、あの、研究者がね、電子と紙、うん、どっちの方がいいかっていうふうに言ってるんだけども、今のところやっぱね、紙の方がすごく優れている。うん、で、うん、これ頭に入ってくるスピードとかも紙の方がいいっていう研究結果だってあるんですよね。なので、まあ、キンドル版はね、私はもう最近は、あの、うん、漫画はキンドル。うん、それ以外は、うん あの、書籍っていう風にね、うん、あの、決めてるんですけど、まあ、なんでね、うん、あの、ぜひね、えー、これ、Kindle 版じゃなくって、えー、書籍版をね、うん、買ってくれると、うん、こう、いろんな出版社さん、書店さん、うん、いろんなところが、あの、売れますんで、まあ、a z o n のこのランキングをこう、上げましょう。ね。上げてくれたら、あの、すごく、書店さんとかも喜ぶ。ちなみに今、うん、何位なのかチェックしとこう。 これ今まだ予約販売時点だけどね。うん、予約販売時点で、アマゾンのランキングは何位かなうんと、スターウォーカー、これだな。ね、予約ランキングで、うんえー、ランキング出てねえだ、まだ。これ予約だからかな。うん、予約だから出てないっぽいです、まだ。出てないですね。う ま、なんで、ぜひ、皆さん、買ってほしいな、というふうに思います。私も買って、うん、えー、コンさんの解説付きで、また、あの、お話これがね、売れてくれたら、俺、フレデリック、あの、はい、アーニー、今でももちろんミュンヘン住んでるから、うん、今、60くらいかなおお<ー>、はい、結構若いですね。若いんですよ、まだ。うん、なんで、まだ全然ピンピンしてるから、 ドイツに呼んでくれっていう風に日本で売りまくったぞってなると <laughs> アーニーが呼んでくれるかもしれないっていうのはドイツってすごくてさ文化助成金っていうのを出してくれよってったら1か月以内に出たりするんだよ、うん。だって渋谷の18歳の女子高生が渋谷のライブハウスにドイツのインディーズランキングに入ってきたバンドを呼びたいって言ってメールでそのインディーズバンドに送ったら分、うん、かったって言ってあのドイツ人が自分の国のドイツの文化資金を得て、うん、その金で日本来てんだもん。へー すごい。逆に多分あるはずだよ、と思ってね。うん。うん、まあそんなわけで、えー、今日は、あの、ひと万冊で初めて小説を取り扱ったかもしれないぐらいの勢いでございますが、うん、あの、コン、うん、さんがね、解説を入れられたこの本をですね、うん、ぜひ読んでみて、この日本とね、ドイツの違い、 で、そこからね、うん、多分、まあ、ウィキペディアでもいいから、日本とドイツの親権の違いとかね。で、そういうのも。親親子法ね。ねうん、そういうのをちょっと見てみると面白いんじゃないかなというふうに思います。うん、ますそれではあの、皆さんありがとうございました。ありがとうございました、まあ。こういう視点でね、語っていく番組ってあんまりないと思いますし、面白いというふうに思っていただいたら、うん、チャンネル登録をしていいねをしていただけたら、私がですね、ちょっとやる気が、こう、グーっと,と上がって、<laughs> 頑張るぞみたいな。もうこれ以上頑張らなくていいよ <laughs> っていう風に言われても、<laughs> かもしんないけどですけど、まだまだ行くぞーっていうことでございます。はい。はい、まあそんなわけで、<あ>コンさん今日もありがとうございました。ありがとうございました。した皆さんも見ていただきましてありがとうございます。はい、それでは今日も読書。